んにちは。ですね、資本空間という2015年の、私が勝手につけたタイトルなんですけども、その第2弾の、これ何ですか、村上花ホテルですかね。タイトルはあるんですよ。パーフェクトが全体のタイトルになるってどうですか。いきなり予定がある質問から入りました。ザ・パーフェクトっていうのは一応あそこのあっち側の壁にある4点の作品の題名なんですけど、はい、あくまで個別の作品のタイトルであって全体を代表するタイトルになっているわけではないんですね。そのつもりは特にないですね。はい、結構です。それで今回村上花子さんの展覧会なんで、村上花子展というふうに、まあ、どっかに書いてあるのかないのか、展なんかどこについてないですけども、村上さんの、展覧会を、に関してのトークを始めます。ちょっと MC いつもやってくれる豊田さんいないんで、私がそれを兼ねてますけども、で村上花子さんの、展覧会ではあるんですが、多分これをですね、今日初めてご覧になった方は一応キュレーターというふうにどっかに端く名前書いてあるんで、私山本がこの全体の、ディレクションというよりはまさしくキュレーションそのものを、やったのではないかっていうふうに、思ってらっしゃる方が多分多数いらっしゃるであろうと思うんですけども、キュレーターとしての私の一応、ポリシーとしてはきちんと前もって見ている作品については責任を持って発言およびいろんなディレクションキュレーションできますけども、新作については、だいたい情報はあっても、具体的な作品を見ることはできないので、今回のこの資本空間というシリーズに関してはアーティストに基本的にはお任せしてますというところなんですが、村上さんの場合はなんていうかな、ここから実に難しいというか不思議というかミステリアスというか深いというか、その深さに底がないということなんですけども、この作品のセレクション自体は当然新作と、13年の作品も新作なんですよね。13年っていうのは、この辺かな、ね、2013年の作品はダゲレオタイプとあとこのポスターですね。はい、でも展示するのは初めて、ダゲルタイプの方はパリで2回展示していて、ポスターの方は初めてですね。日本で本邦初公開ってやつですね。はい、ということで改めてちょっと出だしを、これから本当は出だしなんですけども、この展示を、拝見するとですね、とても、発音がよく分かりますが、キュラトリアルな発想から生まれた構成だなというふうに思ってしまうんですけども、最初に村上さんの今回のここに並んでいる全部で8種類というかな、8点で8種類の作品があるんですけども、この作品をトータルで選んだというか、まさしくキュレーション、キュレーションとキュラトリアルと、いろんな言葉が最近、あちこちで、使われてますけども、その辺に関してどうですか。あくまでもアーティストとしての、新作を、この空間に合わせて、見繕ったということなのか、あるいは、全然こう脇道にそれで宣伝めいたことは言いませんけども、そのキュレーションあるいはキュラトリアルに関しても、なんて言うんでしょう、造形の深い、村上さんなので、その辺はアーティストという村上花子ともう一人 の、 そのキュレーションする村上花子がいてできたのかどうか、ちょっとそんなところからお話を、素のアーティストなのかそのキュレーションター的な、キュレーターとちょっと私の立場なくなっちゃうんで、キュレーション的な発想を、入れて、全体構成したのかどうか、その辺をちょっと最初にお聞かせください。
そうです。なんかでもその問題って結構最近のところかなり話題になっているあの問題だと思うんですけど、まあ、つまりそのアーティストがあのキュレーターのようなことをやったり、あとキュレーターがアーティストのようなことをやったり、まあ、つまりそういうあのアーティストアズキュレーター、キュレーターアズアーティストっていうのが、まあ、あのその境界線があの、まあ、従来のような境界線が、まあ、あまりなくなってきているっていう話があると思うんですけれども、まあ、つまりそういったあの非常に名の知られたアーティストが、まあ、あの自分の作品を自分の作品ですよって言って発表するだけじゃなくって、あのこれまでの、まあ、古来 の、 あのもう何世紀も前 の、 あの作品を持ってきて、で自分の作品と等価にして並べたりといったような動きがあるっていう中で、まあ、そういった疑問が出てくるのは、まあ、ごく当然のことだと思うんですけれども、でも、まあ、それと関連してそういった山本先生のようなそういったあの今回の展示を見てどうなのかっていうのは、まあ、非常に、まあ、確かに言われてみればそういった疑問が出てくるのはごくごく自然のことだと思うんですけれども、ただ、まあ、自分 の、 あのその創作活動って言っていいのかなの中で、まああのまあ、絵を描きます、彫刻を作りますといった方々と違って、まあ、一点一点、まあ、キャプションを丁寧に見ていただくとあのすぐ分かると思うんですけれど、まあ、例えばこのダゲレオタイプの作品はあのダゲレオティピスト の、 あのそういった専門の方とコラボレーションをして作った作品ですし、まああのまあ、ポスターはそのコロンビアのポスター職人の方で、この山菜あの、まあ、この山から持ってきたこの、まあ、ウドの大木になりかけのこの山菜もあの、まあ、その専門 の、 あの園芸の専門の方に作っていただき、でこのあちらにある金属でできた活字の塊もあの印刷博物館というその専門のところ で、 で、まあ、この印刷したその写真を発明した時のあの手工本の表紙と裏表紙を印刷したこの作品も、まあ、印刷屋さんで、まあ、これもあのそのザ・パーフェクトっていうこの案内状にも出ているこの作品も、まあ、言ってみれば、まあまあ、レディメイドに近いようなあの本当にいわゆるあのガラス看板、写真のガラス看板の、まあ、100年経ったままで使われなかったものをそのままスキャンしたら、まあ、こういった画像になるんですね。なので、まあ、これも言ってみれば、まあ、作ったような作ってないような、でそれで、まあ、入り口のところにある硬貨の作品もあの メッキをした硬貨なんですけれども、まあ、硬貨をメッキ屋さんに持って行って、まあ、メッキしてもらった作品で、まあ、一番自分の創作が自分だなっていうのがこう分かるのは、まあ、一番最後 の、 あのご覧になったかどうか分かんないですけど、あの油取り紙をくっつけて自分の顔にくっつけたっていうあの作品、あれは本当に私の皮脂ですから、それは本当にあの自分の好きかなっていう感じですけれども、それを除けば、まあ、多くがコラボレーションなんですね。でコラボレーションというのも、まあ、普通にこのポスターとかはもう本当に普通に注文したとか、まあ、そうやって園芸屋さんも本当にあのアートと思われてるかどうかわからないんですけど、まあ、そういう注文したというそういった側面が強くって、それ全体をあの統括するのが、まあ、そのこれもキャプション一個一個あの丁寧に読んでいただければ、まああのまあ、その写真の起源と、まあ、その世界の終わりとの関係とか、あと、まあ、そういった複製技術とのあのそれへの関心といったもので、まあ、あの一応一本の線でつながっているなというふうには思っていて、なので、まあ、それが果たしてキュレーター的仕事なのかあのアーティスト的仕事なのかっていうのは、まあ、あの非常に自然な疑問だと思うんですけれども、まあ、その結構ですね、アーティストとしての、まあ、普通のと言っちゃ変なんだけども、うん、あのキュレーターをちょっと織り込んだっていうのとは違って、あくまでもこの展覧会用にそのコンセプトを一貫した、まあそのコンセプトについてはまた改めて折々とちゃんと最後の方でまたまとめるような話ができればと思ってますけども、そういや私の立場はなくなるんじゃないかなと心配して質問したというところなんですけども、で今までまあ村上さん作品というか展覧会をもう随分しらみつぶしで見てきたわけでは全然ないんで、
私にとって村上花子というアーティストはとてもミステリアスなというか、部分が多々あるので、さっきのような質問をしたところなんですけども、今まで私が見た展覧会だと、なんていうのかな、パッと見るとその一つのタイプの作品がとりあえずこう一つの空間に、揃ってる、まあ、よくある、新作展というふうにな気がする、まあ、よくあるというか、まあ、一番典型的なというか、で今回に関してはこの空間の広さがそこで影響しているのか、まあ、広さと空間の大きさがですね影響しているのか、どうか分かりませんけども、その一貫したコンセプト、まあ後で何らかの言葉が出てくるかもしれませんけども、それを、こういろんな方向からこう攻めていくいろんなタイプの作品が、なんかこう散りばめてあるというふうな、形になっているというところで、先ほどちょっとキュラトリアルかキュレーションかみたいな言葉を使ったんですけども、一応そうではない方向からちゃんと村上花子というアーティストの、2015年の、5月時点での、新作展が出来上がったということですね。はい、で一応ですね、最初にこう今全体、まあ多分村上さんの作品っていうのは私もそうなんですけども、見るたびに戸惑う、で戸惑うんだけども、当然前回見た時の経験をもとに、心構えをしてくると、またそれが戸惑うということをちょっとその心構えが裏切られるみたいなことをちょっと私の文章を書いたので、あくまでクリティカルな批評文とは違うんで、そういうふうに読んでいただきたいと思うんですけども、でこれからちょっとその個々の作品について、まあ、全体がトータルのコンセプトはあるんだけれども、素材と、なんだよ、技法と表現の仕方っていうか、それが、まあ、実際には8種類あるんで、これを一つ一つ、伺っていこうかなと思うんですけれども、順番的にはどうですかね。多分どちらかというと、ごめんなさい、写真、パーフェクトの、ガラス看板、写真、ごめんなさい、写真看板ですね、ドライプレートを、用いたやつと、こちらのアパリションでしたっけ、やっと覚えましたね、アパリション、ダゲロタイプのこの2つが多分真ん中で一番中心的な位置を占めていると思いますので、じゃあ一番大きな作品から、一番大きいかどうか分かりませんけども、ザ・パーフェクト、今回ちょっと無理やり英語と日本語のタイトルにしていただいたので、基本的にフランス語のタイトルが全部ついてる、それがオリジナルっていうことで、そうするともうトリリンガルというか、そうですね、まあ、何でも元はといえば、まあ、特にこのザ・パーフェクトっていう作品に関して言えば、まあ、これは本当にまあ、フランスの蚤の市でたまたま見つけた写真看板なんですけど、なぜザ・パーフェクトっていう名前になってるかっていうと、これ の, メーカー の, 商品名がラ・パフェっていう名前で、まあ、英語にするとザ・パーフェクトなんですけど、まあ、フランス語ままでもよかったんですけど、なんかパーフェクトっていうとなんかお菓子みたいで読まれそうなのでちょっと英語にして、英語で統一してもらったんですよね、よりそうですね、ですかね、はい、うん、はい、そうですね、であれは最終的な仕上がりとしてはそのプリント自体はラムダプリントになっているんですが、もともと今ちょっとお話したように、グラスドライプレート、ガラス看板を発見したアーティストとして発見したと、この辺が多分今回の作品の一貫してるかな、一貫してるかどうかは分かりませんけども、今までの非常にこう多様な村上さんの作品の展開からすると、その、発見したというところが、一番如実に現れてるタイプの作品であろうと思うんです。実は私もラ・パルフェとは発音したんですね、ちょっと検索したら全然ヒットしなかったんですけど、有名なんですか、その
そのなんだっけ、スライド、このスライドを製造している会社の名前と一緒に、うん、検索すると出てくるんですけど、それはまあ大体1920年代ぐらいによく普及していた看板なんですね。はい、ということで1920年代と今から、まあ、ほぼ今2015年なん で、ね、ほぼ100年前の、うん、まあものというかオブジェクトというか、まあオブジェクトはちょっと物っぽくなっちゃうんだけども、そういう素材を中野さんが発見したと。でそれで現像したんですね。いや、そのままです。そのまんまなんです。現像しないと完全にじゃあ、まあ、普通のフィルムでいうと真っ黒になっちゃった状態、うん、そうですね。停止はしないんですか。じゃあ 停止というかどっか止めてる、うん、停止液につけるこういうチャプチャプという、チャプチャプはしてない、行為はなし、そのまま、あということを発見した時には当然こう密封されてるわけですよね。そうですね、一応箱の中入ってたんですけど、うん、密封だったのかな、ほぼよくわかんない。もともと密封されたやつが少しずつ光が入っていたかもしれない、うん、かもしれない、うん、でそれを作品にしようと思った動機とその、なんかそのここの作品のコンセプトとしては、そうですね、多分これを見た時に思ったのは、これはまだ一度も使われていないから、そのこの板が生産された時から、まあ、その多分少しずつ光が入っていったかもしれないっていったところから始めて、現在に至るまでの、まあ、その光をちょっとずつ蓄積、まあ、ちょっとずつ吸っているだろうなっていうふうに思って、まあ、その、まあ、約100年分の光っていうのをこの1枚に吸収していたとしたら、あ、これはなんか、まあ、お得だなって言ったらあれですけど、なんかいいなと思って、長生きしたじゃなくて、うん、っていうことですよね。その100年前に製造されたものを、うん、2015年かな、実際に14年でしたっけ、この作品の制作に取り掛かったのは、ね、去年の段階で、まあ、着手するんだけれども、うん、実際にはそれを作ったそのラ・パルフェの、うん、まあ、会社というのかな、うん、そっちの人たちとも実際にコラボになっていて、うんうん、ということですよね。でもう一回先ほどの質問と同じなんです、その現像も定着も停止も、停止定着という3つのプロセスを、うん、けない状態で、多分こう密封かどうか、まあ、何か包んであったやつをこう開封するわけですよね。で開封して、でそれが作品ではなくて、それをこのプリントにこうなんていう変換、大きさと素材を変換すること自体が、まあ、作品化するという行為になってくるということでしょうか。そうだと思います。まあ、板自体、まあ、板自体を展示するよりも、こういったワンプロセス、経たワンプロセスというかツープロセスかな、スキャンして、これを出力するので、それがあった方が本当にこれ、このここを見てほしいっていうのを、まあ、指さす行為ですね。そうですね、なんか写真、ガラス看板自体もエンラージっていうか、その、エンラージじゃない、引き伸ばしの技術を受け入れた写真の、まあ、技法というか素材なので、ダゲロタイプはそのまんまで、でもあれも実際複写すればできるってはできるんだけれども、例えば逆にカロタイプというタルボット、最近トルボットっていう発音する人に会ったんで、さすがだなと思ったんですけど、タルボットっていう人と、タルボットの方は最初から、まあ、ダゲールにしろタルボットも歴史に名を残している人はちゃんとしたビジネスセンスがあって、ダゲールはもう一点物、こうやって見るしかないんだけども、タルボットの、方は、カロタイプはちゃんとメガポチかなってこう複製できるっていう風な、一対多という風な、まあ、近代社会の、生産システムと見据えていたという風なところがあるとすると、まあ、だけどやっぱ実際この方法だと、拡大して作品化できるということもありぐるわけですよね。ダゲロタイプも、
撮影自体がとなんかそれの一番大きな違いはあのこっちのラパルフェの場合はこれもともとプロジェクション用のガラス看板だったんですよ。なので、まあ、多分ですけど、多分というか、まあ、そうやってあのガラス看板用の、ね、そうですね、ガラス看板用のそういったあの、まあ、幻灯機的なそういうプロジェクターに入れて、でそれで、まあ、その画像を、まあ、みんなで見るっていうそういったことにこう用いられていたあのガラス看板だったので、まあ、そうですね。で、まあ、時代的にも複製全然できるあの時代だったんですけど、でもまあダゲロータイプはあんまり、そうですね、まあ、そういった、まあ、アプロプリエーション的にあのそういったことをすることはもちろん可能だと思うんですけど、まあ、今回の作品の場合は、まあ、どちらかというとあの拡大するっていうよりもあの一つのそのインターネットで見つけてきた雲の画像っていうのをあの、まあ、ダゲロータイプは、まあ、本来的にはそうやって一点ものですから、一回撮影したら一枚しか得られないかったはずのものを、まあ、今2015年あの同じ本来はあの当時では本来ありえなかった方法であの同じ画像を5枚撮ったことによってそれぞれ違うものになっているっていう、そこが狙いだった、はい、ということはあのこちらの方の、The Perfect の方はその、まあ、100年前の技術と、まあ、今の技術の、まあ、一種コラボを村上さんが施したというふうなところになると、ダゲロータイプの方はその1839年に、できたあの銀板を持ってきたわけではなくて、これは銀板にこういろいろ塗って危ない、な化学薬品を塗って作ったんですね。ですね。だからこれはあの技術的にはこっちよりも古いんだけれども、あの実際のそのここで用いられているマテリアルそのものは今のもの。そうですね、まあ、これはあの本当に技術が古いというだけで、あの物自体は、まあそのまあ、金属商のところに行って銅板を買ってきて、でそれをこう銀メキ屋さんに行って銀メキして、まあ、そういった商人の人たちは、まあそのまあ、パリ その職人街みたいなところがあるんですけれども、今もあるんですか。そうなんですよ。なのであの、まあまあ、彼らが実際にダゲールと商売をしたかどうかは分かんないんですけど、まあ、そういったあの、まあ、かつてそのパリが写真の都だった頃と、まあ、変わらずに営業している人たちのところであの材料を手に入れ、で、まあ、あの要素っていうそういう化学薬品を使って、であの写真を撮れるようにするんですけれども、なので、まあ、確かに、まあ、材料は今のを用いて、で、まあ、技術はその1839年 あのダゲールが発明した当時のダゲールタイプの技術を用いて作りました、はい、そう、私はあの昔から、まあ、結構なんだ自分の仕事のスペシャルティーの中に写真があって、昔から写真ってその39年1839ですけども、できた時点でも完成していたメディアであって、そこから、まあ、技術的には進歩してるかのように見えるんだけど、実はその近代的なこう滞落というか、実はこう起こってって、あのついこの間まで、アナログ銀塩なくなってどうしようっていう右往左往した人いっぱいいたのからすると、その村上さんのスタンスって、まあちょっと写真ちょっと特化した話になっちゃいますけども、その原点が実は一番なんていうかな、あの写真の何たるかというか、あるいはアーティストがその絡んでいく時の写真に一番なんていうかな、あのまさにその原理的な、まあ、もちろんピュアなものというか純然たるものを持ってるっていう風な見方をして、こういう風なあの古典技法にを使っていったっていうことですか。そうですね。そうではなくて、実はこういうコンセプトっていうところを実は聞きたいんですよね。まあ、多分あの本当はすごい直感的に言ってると思うんですけど、でもまあそのなんでその直感があったのかっていうのは多分かなり後付けになると思うんですけど、まあ、その一つはその写真というメディアを使おうと思った時に一番最初の技術に行くのは、まあ、自分の中では普通かなっていうふうに思って、それで探しに行ったら意外と誰もいなかったっていう、であの学びに行ったらなんかだあの、まあ、そのダゲルタイプをやっている人自体が
今世界に30人ぐらいで、まあそれまあ、やっぱりそのインターネットの発達とかで今増えてるみたいなんですけど、まあ、そういった人たちのところに行って、で、まあ、学んでくる。でそれは私にとってはまあ写真をやるっていうことになったら、まあ、それは大変自然なことかなっていうふうに思っていたんですけど、あとまあもう一つ、まあ、そのなんで なぜ写真かっていうのを考えた時には、やはりまあその何かしらそのエビデンスを物質化するっていうものの、まあ、最もダイレクトな方法が写真だなっていうふうに思って、それでまあ、過去の作品の話になりますけど、はい、まあ、前まあ、芸大 の修了制作の時に作ったのは、まあ、その昔の写真技法を用いて、でそのシリーズを作って、横浜の方ですね。そうですね、はい、でまあ、その時は、まあ、その時に作ったのは、まあ、昔の写真技法を使ったシリーズを作って、その明治時代の末頃の人物っていうのを設定して、その人の作品を作るっていうことをやっていたんですけど、なのでまあその技法、それは作品としての終了点で出したんです。そうです。なのでこう私はその芸大のメディア映像っていうところで、まあ、みんな映像とか作るところだったんですけど、まあ、その中で私はその鶏卵子写真っていう、その明治時代によく用いられていた、まあ、ちょっと茶色っぽい写真なんですけど、それを使ったシリーズを作っていて、で、まあ、その時にやっぱりエビデンスとしての、写真の古典技法っていうのがあるなっていうふうに思って、これをもう少し追求したら面白いことができるかもしれないっていうふうにその時思ったんですね。そうだった。私も実は新鮮な動機で、あそこの格好というか横浜の映像圏はムービー専門ではなかったのですねという、そうですね、新鮮な驚きを今してるんです。そうですね、まあ、映画学科っていうのもあるんですけど、私がやったのはメディア映像っていう方で、まあ、そっちは、まあ映像と一口に言った時に、まあ、映画があって、まあ、それは映画学科であって、アニメがあって、アニメはアニメ学科っていうのがあって、でメディア映像はまあそれ以外っていうで、そこにスティルの像というかピクチャーも入ってたというです、ね、そうですね、まあまあ、珍しかったと思いますけど、そうですか、全然知りませんでした、はい、で写真さっき言ってるんですけども、実際にはこうこっちにちょんまげの人、1920年のもうちょんまげいないかもしれませんけども、なんたら何がしという武将が残儀頭に映ったわけでもなくて、こっちはまあイメージはノーイメージなわけですね。まあ、ノーイメージって結構今ネットを検索して画像を見た時ノーイメージっていうのがあって、像がない状態をノーイメージって言ってますけども、多分そのことと、こっちのは一応よく見ると自分の顔が映んないようにこうシャドーボクシングのようにしながらだけ両体を見るのは、まあこれは作法というかしょうがない運命なんですが、そうすると雲のようなものが映ってますけども、あれは雲なんですね。あれは雲ですね。本当に撮影した雲なんです、ね、本当に撮影してないんですけど、あの雲ってダゲルタイプで雲を撮るっていうのは結構カメラとレンズのことを考えると、まあ、ダゲオタイプで雲を撮るのは多分当時もなかったと思いますね。ないでしょうね。多分あと感度からしてもかなり無理があると思うので、まあ、スティーグリッツあたりぐらいかな、まあ、もうちょっと前からいるかもしれないです。少なくとも固定っていうか動かないものではなくて、雲っていうのは確実に動いている動体なので、写真19世紀の写真の技法にとって一番苦手とする相手だったかなというところで、その雲そのものが当然のことが主題ではないということがおのずと分かってくるということで、写真を使っているんだけど、まあ、写真の技術を使っているんだけれども、まあそれをこうクリティカルに使っているんだけども、村上さんの作品の場合はその写真の技術そのものをまあクリティカルに扱うことと、その像の現実そのものをが果たして信頼しうるものなのか否かというふうな問いかけが、含まれているような気がするんですけども、
いかがでしょうか。そうですね、まあ、本当にまさしくそのおっしゃった通り、その当時 の、 その写真技術ではその、まあ、あれよく見ると雲の下にちょっと山並みが見えているんですけれども、うん、それこれもまあ、山並みと雲を同時に写す技術っていうのは、まあ、おそらく当時では多分無理で、それがこうダゲロタイプに写っているということ自体非常にこう逆説的な状況だと思うんですけど、まあ、それが可能になっているっていう、ということ自体、まあ、ダゲロタイプにはこれまで写ったことのない何かを写すこと。で、ひいては、まあ、その同じイメージを、まあ、そのダゲオタイプの複製ができないですから、その同じイメージを、まあ、そのここでは5点ですけど、そういった5枚を写すことっていうことによって、まあ、この雲の画像というのは、これインターネットで見つけてきた画像なんですけど、まあ、その、まあ、Google で雲って入力すると最初に出てくるのがこの画像なんですが、それをディテールというのはコンセプトが外れちゃいますけども、うん、はい、ね、ネットで見つけた画像をどうやってダゲロタイプにやっつけるときは、そうですね、もう普通にプリントとしてペタッと乗っけるんですか。乗っけない、プリントアウトして乗っけないです。もう写真案箱でそれをちゃんとプリントしたのを、カラーでプリントしたものを撮影するっていう形なので、あ、まあ、それでこ、まあ、そこで、まあ、アンバコっていうワンステップが入っているんですけど、じゃあきちんとカメラというか、うん、まあ、カメラオブスクラが介在しているということですね、うん、そうですね、なのでそこで一度そのオブジェクティブ、その レンズは介在しているっていう状況なんですけど、うん、で、まあ、それが介在しつつインターネット上で見つけてきた画像を、うん、まあ、ダゲロタイプで撮るっていうのは、まあ、一応その撮った時の考えとしては、まあ、その1839年に発明されたその写真というものが、まあ、いろんな進化を遂げてインターネット上 の、 デジタル画像となったものをその先祖に送り返してあげるみたいな、そういった身振りのつもりで始めたんですけどね。なるほど。ということで、この辺じゃあこう軽く100年間を、うん、なんというかこう空間時空をサーフしてみましたって、うん、そんな感じがするんですけども、ちょっとこれだけであっという間になんか時間が経ってしまったんで、うん、じゃあここからどこに飛ぼうかなと思って、あっちの一番向こうの、うん、もしかしてご覧になってない方もいるかもしれないんですけども、うん、こっちがいいんじゃないですか。どっちかって、こっち行きます、うん、じゃあこっち行きます、うん、そうそのエル、なんだっけ、そうですね、あ、こっちはスペイン語ですね、エルフィンデルムンドのなんだっけのレイゴです、だから LL ですね、のイエゴっていうんですけど、そうなので、その1839年からその現在に至るまでの、その170年余りのその時間の流れを遡るって話が出ましたけど、こっちはなんかもっと遡るからそっちにつなげた方がいいかなって思ったんですよ、はい、で、それがまあ、どうしてこうなったかっていうと、まあ、これコロンビア、南米のコロンビアっていうところで印刷したポスターなんですけど、行ったんですね。行ったんです。本当に行ったんです、ね、本当にこれ確認してもらうと、まあ、私がこの辺のこう疑心暗鬼ってことが使ったんですけども、こういうここに書いてあるキャプション、まあ、行ってなくてもいいと思うんです。行ってなくてこの辺がなかなか難しいところで、はい、まあ、一応確認して、そう、はい、もうなんか私の中ですごく結びついているのは、まあ、この、まあ、そう先ほどお話ししたような経緯があって、その写真の古典技法が学びたいと思ってパリに行ったんですけど、まあ、その何のつてもなく、まあ、そうやってダゲロタイプをやっているダゲロタピストの人のところにたどり着いて、一番最初に教えてもらったのが、ダゲロタイプって2種類あるよっていうことで、まあ、その1種類目がそのダゲールさんがこう発明した時のダゲール法っていって、なんか水銀の蒸気を使って要素でしたっけ、そう、そうですね、要素液は取る前ですね、まあ、でそれで水銀は水銀は現像する時なんですけど、なんかそうだ、そうそう、この
多分話す順番間違えた。多分このポスターの、はい、このポスターエルフィンデルムンドのイエゴっていうのがどういう意味かっていうと、世界の終わりは来なかったっていう意味なんですね。でなんで世界の終わりの話をしているかっていうと、これコロンビアにもともと住んでいた、なんかマヤ人の人たちっていうのがいて、でその人たちの暦っていうのが2012年12月22日で終わるっていう風になっていて、それが暦が終わるから世界が終わるっていう風に考えた人たちがいて、それがなんかまあその当時結構騒がれてたと思うんですけど、まあ、世界中でそれね騒がれてニュースになったってことですね。そうです。なんか、まあ、特にスペイン語圏が多かったのか、多分日本でもちょっとそういったノストラダムスの次はマヤ歴みたいなのでそういうのがあったと思うんですけど、それをこう実際に世界が終わるんじゃないかっていうふうに思って騒いでた人たちもいるんですね。でなんかそれをなんでダゲールオタイプとつながるかっていうと、はいはい、その水銀の蒸気って、まあ、現像するときにたくさん必要なんですけど、それってすごく毒性があっていっぱい吸い込むと頭が変なんか、まあ、まあ水俣病じゃないですけど、まあ、そういった疾患になることもあるし、まあ、ちょっとその、まあ、神経系に害を及ぼすこともある。でそれで、まあ、そのダゲールはそれをたくさん吸ってたから晩年は、まあ、世界が終わるって思い込んでいたっていう言説もあって、ダゲール自身がですね。でそれでこう自分 の, 死ぬ前にこういう写真を撮りたいリストっていうのを自分で書いてて、で、まあ、1年以内に世界が終わるからそれまでにこれを撮るっていうリストの中に女の人の名前があったらしいんですけど、それがなんかまあダゲールがその人好きだったんだけど、でもその人実はもう亡くなってたっていう話で、それをこう彼が撮ろうとしてたらしいみたいな、そういう話があって、心霊写真的ダゲールオタイプですね。そう、なんかちょっと、ね、エジソンみたいな話だなとか思ったんですけど、でそれもあってちょっと世界の終わりつながり、それがコロンビアに亡くなった女性を、いや別にダゲールがコロンビア行ったわけではなくて、まあ、彼が信じていた世界の終わりっていうのは、まあ、マヤ人も、マヤ人が信じていた世界の終わりっていうのと結びつくなって思ったのと同時に、そのマヤ歴の、終わりっていうののもう一つの解釈っていうのがあって、それが古い時代の終わりであり新しい時代の始まりであるっていうふうに解釈する人たちもいて、それがどういうことかっていうと、古いメディアが終わってより非物質的でフレキシブルなメディアへの移行であるっていうふうに解釈した人たちもいるんですね。なので、まあ、それ以降はそれっていうのは、そう2012年12月21日以降は、まあ利点に言えばそういったこう非物質的なものが君臨する世界になるのであるみたいな、そういった予言だったんですけど、でもまあ実際にそれを見にコロンビアの山奥まで行ったんですが、まあ行ってで、まあ、その伝説によれば、そのなんか星がなんか全部落ちてくるとか、なんかいろいろ言ってたんですけど、まあ、当然なんか何も起こらずで、街に戻ったら、まあ、そのコロンビアのボゴタってところなんですけど、まあ、印刷業が盛ん でみんな結構まだ活版印刷とか、なんで印刷業が盛んなんですかって、こうちょっと横道なの、人が集まるところ、みんな本を読むのが好き、人が集まるところってやっぱ情報も集まるから、うん、それで印刷をするんですね、うん、まあ、多分どこの街も言葉というか発話じゃなくて、こう言葉じゃなくて文字を重視してるっていうことですね、うん、そうですね、うん、なので、まあ、その考え方だと、まあ、古いメディアに属する、まあ、その活版だとか木版印刷とかっていうのが、うん、まだあるなっていうふうに思って、うん、まあ、その彼らの存在をこう、まあ、
まだあってよかったなって思って、この世界の終わりは来なかったっていうのを印刷して、もう一度先ほど出てきた、これと、うん、こちらは同じ年でしたっけ、制作年は。そうですね、2012、13。そうですね、こっち作った後にこっち作りました ね。だからこれは作品の制作の順番とかその順序、うんうん、あるいはその近さという意味ではその近い、そうですね、私がさっき向こうの、うん、あのベロニカに話を持っていこうと思ったのは、一応二次元ピクチャーなので、二次元ピクチャーなんだけどそのイメージがないっていうところでちょっとあっちに話を持っていこうとした、これは多分普通の考え方、二次元ピクチャーですね。で、村上さんの普通じゃない面白いところは、二次元ピクチャーがピクチャー、まあこれはピクチャーと言ってもいいんだけども、これは実はトゥーディメンショナルロジカルピクチャー、あのロバート・スミッソン風に言うと、私が言ったのはこっちのトゥーディメンショナルピクチャーに話を持っていこうとしたんです。ここがあの村上さんのやっぱり面白いところで、あの単なるピクチャーにイメージがありなしじゃなくて、そこをもう一つ言語の世界に、まあ、これはもうすでにノーピクチャーなのか、ノーイメージなんだけれども、実は言語としてのそのビジュアルが非常にクリアに出てくるのがその活版でしたっけ、印刷だというふうなところに、あのなんていうかな、あのつながっていくところが、あのとても面白いというか、あの村上さんらしいところなんですね。というふうにいくと、次はいいですか、こっち来て村上さん どこ行きます村上さん風に言うと、いや実はもうこっからこっちなんですが、次はこっち、はい、そうですね、まあ多分印刷つながりで、この辺の、ね、この辺の3つは印刷つながりで、まあそのさっきのこの3つっていうのはこのポスターと、あのインプレッションっていう、あのああとちょっと見えにくいかもしれないんですけど、金属の金属のでできた、はい、あの活字の塊があって、でその下にインベンションっていう、あれは、はい、あの印刷物の塊なんですけど、印刷物の塊は実はこれもノーイメージが、あのダゲルタイプ以前のヘリオグラフィーか、うん、ダゲルタはもっと10年ぐらい遡って、ニエプスになっていった時に、まあ、ニエプスの撮った写真っていうのはまあなくはないんですけども、うん、それの文献が、うん、まあ、文献つまり写真の仕事というか、写真の概念というかコンセプトそのものが文字書籍として残っているっていうふうに来るわけですね、つながってくる。そうなんですよ。なのでここにおいては、まあ、その1829年の時点では未だその写真っていう言葉さえもない状態で、その彼があのそのニエプスが写真という技術を確立しようとして、その自分が研究していた事柄を、まあ、あの手書きのノートで残していたんですね。でそれで、まあ、あのすごい薄いこんぐらいの本当、ね、大学ノートよりちょっと大きいぐらいのものに手書きして、でそれのオリジナルを、うん、あれだ、撮影したんですか。いや、これのまた恐ろしいところが、またあのあインターネット怖いと思ったのは、あのあこれはオリジナルにアクセスできなかったんですよ。でそれで、まあ、多分 あらかじめ予約して、あの見せてくださいって言ったら、あの見れないこともないんですけど、これはパリのベーヌにあるっていう。そうですね、あのベーヌエフっていうそのフランス国立図書館に保存してあって、でこれが全部ガリカっていうあのデータベースがあるんですけど、その彼らその国会図書館じゃない、その国立図書館の蔵書を全部スキャンして、それをあの全部ネット上で配布してるんですね。なのであのわざわざ図書館行ったんですけど、これ見せてくださいって言ったら、いや、なんかそのネットだったっていうんですか。その図書館でインターネットにアクセスしてこれです。それいいですよね。その図書館に本物にアクセスしようと思ったら、そうなんです、こっち回ってくれって言って、うん、ネットを開くと。それでだからスキャンしていこうと思ってたら、もうスキャンももうされているし、うん、っていうふうに思って、その本は、うん、オリジナルの本はそれなりの部数出版されたんですか。手書き、じゃあ本当のマニュスクリプトというか、うん、
でもなんかまあそのじゃあ一冊しかないってことですね。そうですね、まあ、その後そのこれがまあちゃんと活字になって、うん、あの本として、うん、あのまあ、もちろん出てるんですけど、うん、まあ、これ自体そのマニュースクリプトは一点もの、うん、一点もので、うん、でまあ要するにこの表紙と裏表紙の間に、うん、この写真の概念がの一番最初が詰まっていたっていうのを、うん、まあ、この一枚の印刷物に盛り込んでみたっていう。ということで、うん、ちょっと中間報告をすると中間報告あの写真的なものっていうのは結局二次元のピクチャーが非論理的かもしれない非ノンロジカルピクチャーを作る、まあ、これは絵画の延長線なのかもしれないけども、うん、っていうふうにまあ普通はあの普通はというかな単純に結びつけたくなるところで私も単純に結びつけようと思ったんですけども、どちらかというとこっちの方はそれが 言語あのロジカル、まあ、一応ピクチャーと言っていいのかどうか微妙ですけどもっていうのと村上さんの、世界というか作品世界の中では、きちんとつながっているということですね。多分この中で皆さんあのどれとどれが本当につながってどれとどれが断絶してるんだろうと思ってらっしゃる方が結構いるんじゃないかなと思って、まあ、私もその中の一人なんですけども、うん、実はそういうふうにきちんと、つながっているということですね。っていうところで銀が出てきたんで銀出ましたっけ、こっちか銀が銀の話は銀はこっちです。じゃあちょっと銀離れちゃいました、ね、うん、銀離れちゃったんですけども、その凹凸のある、物質という活版の活字と、まあ、これは単純に近いかなというところで作品番号1番の入ってすぐのところに、あれはタイトルは何でしたでしょうか、リバティ、はい、リバティ、はい、リバティっていうお金というかコインの作品があるんですけども、うん、あれは何ですか、じゃなくてもう今この流れから言うとあれはどこにどうつながっていきますか。活字とつながるっていうのは私も今聞いたんですけど、まあね、簡単に呼ぶものとしては形的には似てますよね、うん、そうですね、あの一緒と、うん、でもまあ技術じゃないんですね。でも確かに見た目似てます、うん、確かに見た目似てますけど使われているあのプロセス的にはまああれはあのワンペニー銅貨、あのアメリカのお金、その銅でできているお金をまあメッキしたものなので、まあ、真ん中は銅で周りがこうメッキでできているっていう技術 でこっちはあのペニーは何で中ッキルでしたっけ、違いましたっけ、ペニーってあれ銅じゃないんです、銅貨、銅、あ、リンカーの時代はあれ銅、うん、それなりの価値はあったんですか、銅、まあ、今も使われているあのワンペニー銅貨、ワンペニーって銅貨、うん、はいはい、なのでこう銅があってそれがこう銀にくるまれてるでしょ、うん、でこっち の活字は、まあ、あのまあまたちょっとマニアックな話なんですけど、そのすごくあの新聞を昔作る時にあのなんかジャーナリストの人に原稿を書いてそれをこうあの印刷工の人が活字を組むってやつですね、巨大の、うん、その活字を組む時代の後にあとリノタイプっていう機械なんですけど、それはなんかタイプライターみたいなのが目の前にあって、それを押すとなんかガチャ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 っていってその押した活字が出てきて、それを溶かすっていう金属の活字がない、キーボードの操作で出てくる、うん、そうなんですよ。でそれで そのタイプライターとあの要するにこう中金技術がこう、はいはい、一体型になっていて、なのでこうあの本当に頭の中に浮かんだ単語が、だから要するにあの本当リンゴってこう頭の中に浮かんだら、それをこう入力するだけでその熱々のあの活字でリンゴっていう単語が出てくるっていう、あのその物質化のプロセスが非常にこう生々しいなっていうふうに思って、でそれでその印象っていうか、まあこれそれがこっちですよね、今の話。そうですね、こっちの話です、はいはい、っていうとものです。リバティはどうつながってますか、うん、どうつながるんですか、直接はつながらない、直接、あでも確かに
なんだろうな、これ最初はその多分どっちかというと、うん、リバティはまあ、あっちの小さい文章にも書きましたけど、本当にその物質の様態を変えるプロセスじゃないですか。その滅起をするっていうのが、その銀だったあの銅だったものが銀になるっていう、それその物質を変えるっていうプロセスがまさしくすごい分かりにくいんですけど、リンカーンとつながるなって思ったんですよ。リンカーンの、いや、そのワンペニー銅貨に描かれているのがリンカーンの横顔なんですけど、なんか彼がやったことっていうか、そういう紙幣を一番最初に導入して、要するにそのペーパーマネーですね、コインじゃなくてペーパーマネー、だからその貨幣価値っていうのをその金属っていうものから解放した、でそれであと、まあ、奴隷解放、その全部そういった奴隷を解放するとともに、そのあらゆる人間の価値を同等のものとした、でそれがまあ彼その同化に現れているリバティっていう一言に集約されると思うんですけど、まあ、それはこうその物質を解放するっていうことにちょっと興味があって言って通じるのか謎ですけど、でもまあ私の中ではその活字の話も考えていることも物質化っていう点でつながっている、つながっていると思います。で、その何だろう、貨幣っていうかお金、まあお金そのものは物として目の前にはコインがあるんだけれども、それは林間のなんだリバレーション、その解放したというその政治的な、なんだろうな、成果と一致していることはもちろん分かるのですが、それとつまりさっきのなんだ、コインを紙幣に変えた、まあ、その場のコインというのはこう奪還紙幣と、ちゃんと価値が等価な価値というのある持ったやつが、その一応信用経済に変わってくる、多分これは経済学者はいろんなことをもっと前から言ってたはずですけども、それとおそらくこの投げ用タイプと、ガラス看板という、なんだろうな、写真の技術の定型というか、まあ、フォーマットというか、レギュレーションというか、それを、新しくなればなるほど、なんだ、大きな企業の論理に、まあ、我々全員が、世界中が丸め込まれていくのを逆に遡って解放する的なところとつながってますかね。リバティという概念は私の中ではこっちの、ザ・パーフェクトという作品と、あとこのウドの作品とつながっていると思うんですけれども、なんでつながるかというと、やはりこのザ・パーフェクトという作品はもともとガラス看板だった、でもそのガラスでできている、で なおかつ、まあ、その上にその薬品が塗布されて写真が撮れるようになっているという、その物質性っていうのは、まあ、その当時どれだけ意味があったかというと、まあ、多分そんなにガラスが重要なわけでは決してなくて、その上に撮影されるであろうイメージというものに価値があったから、そこにガラスが存在していたし、まあ、その薬品が塗布されたガラス板が写真の種板として販売されていたと思うんですけれども、その100数年経って、まあ今私はその彼らは結局イメージを撮影されることなく、単なるその薬品を塗られたガラス板として 100年時を経てきたわけなので、その物質性にこそ注目したいと思ったことで、まあ、彼らはその上に付帯されるであろうイメージから解放されたというふうにも思っているし、ちょっと私なりに翻訳すると、写真のそのガラス看板というか、
写真看板って言葉を村上さん使ってましたけども、そのスライドで上映するため の, その使用価値というものがもう100年後で滅失してまずなくなっている。がしかしそこにはその像を作る、まあ、何らかの機能の、一種のゴーストみたいな残滓みたいなものがあって、それをだからもう具体的な誰々のイメージ、人物のイメージも風景も何もないんだけれども、その像を現実するという、まあ、機能かなを解放するかな。でもまあ、あのなんとなくあの、まあ、これを見て見たときに、なんかちょっと、まあ、まあ、いろんな人にいろんな感想言われるんですけど、結構一番多いのは鏡っぽいねっていうことを言われることが多くて、で、あと、まあ、まあもう一つちょっと絵みたいって言われることもあるし、なんかちょっとあの肌しかすごいこう、はい、ものすごく老いた老人がちょっと死にかけてる人の肌って言われることもあるんですけど、多分その3つともすごく意味があるなっていうふうに思っていて、その、まあ、イメージをあの現実するはずだったものがその時を経ることによってこう鏡になるっていうのは、つまりその見る人のこう像を反射するっていうことで、まあ、さっきのダゲルタイプの話ともつながるんですけど、まあ、ダゲルタイプの場合、まあ、イメージを見るには必ず自分の顔をどこかで見なければそのイメージを見ることができないっていうところにもつながるなって思いました。はい、じゃあコインまで行ったんで、ちょうどほとんど時間最後、これ最後ですかね、とりあえず。そうですね、最後これが安泰と、油取り紙もある。油取り紙パスパスパスしちゃいました。いや、あれはどちらかというと、ダゲロータイプよりもなんですかね、花子タイプですね。違います。あれは何ですかって。そうですね、あれはなんか油取り紙を使うたびに私がすごいこう思い出す話があって、それなんかまあ、写真をめぐるこういろんな、ね、西洋で言われるいろんな神話がありますけど、その中でも聖ベロニカのお話っていうのが写真の原点とはよく言われる、ね、そうですね、なんかその聖ベロニカっていうのが写真の守護神、写真の守り神って言われている人みたいなんですけど、要するにこうキリストが十字架の道行きで十字架を運んでいたところにこうハンカチを差し出した人 でそのハンカチで顔を拭いたらそのハンカチにキリストの顔が出たって言って、それをこう、まあ、奇跡だっていうふうに言う人もいれば、これは写真だっていう人もいて、まあ、それ以降聖ベロニカは写真の守り神みたいな。そうですね、ベロニカは顔だけだけど全身像もありますよね。そうですね、トリノの聖骸と、うん、でもまあ、まあそれはもうケミカルその、うん、近代科学における科学変化を、まあ、きちんと応用した写真の誕生とは違う次元の、まあ、我々がその写真というもっと大きな概念で思い描くところの、その像を写す、まあ、それが本物か、あるいはその想像なのかっていうところのちょっとこう次元がどんどん次元っていうかな、膨らんだところで の像の、ありなしっていうところに、膨らんでいく。多分まさきからの話をまとめようとしつつなかなかまとまらないですけど、村上さんのやってる仕事っていうのはそういうふうな多分写真の概念そのものを、まあ、我々も完全にもう既製品で既製のファンクションっていうかな、押し着せのレディメイドのファンクションというか、そういうものを使わざるを得ないっていうものが写真だとすると、まあ、それに対して、まあ、より自由なのは絵画だという人も、まあ、いたりするんですけども、それはいろいろ難しい問題ですけども、村上さんそういうのをこう解放しつつある、とりあえず今回の新作展に関してはというふうな気がしてるんですけども、じゃあ最後にこの
この生き生きとした山菜っていうのは、私はここになんかあのお盆ってお皿の上にわらびと何でしたっけ、なんかそういうのがあの乗ってくるのかなと思って、あの思わずカール・プロスフェルトの写真かなんかを想像しながら来たんですけど、本当のこう生き生きとしたやつが出てきたんで、これは今までのというかこの全体のコンセプトはまあ一貫してると、しておいて、全体 の、 その素材的には全く、まあ、誰が見てもというか、いやこれダゲロタイプと同じだろうという言い張る人はいないと思うんですけども、これはその素材の違いからすると、コンセプト素材の違いとコンセプトの一貫性というそのギャップを、村上さんなりの言葉で埋めていただくとどうなりますかね。そうですね、なんかこれはあの実はウドなんですけど、もうあのウドは、まあ、あのこういう、まあ、雪国とかちょっと寒いとこでの方が美味しいと言われているんですけど、それはまあその雪解けの季節にこう、まあ、雪を押し上げてこうウドが出てきて、それをこう掘り起こして、あのまあそのいい香りのするウドを食べることで、まあ、春の訪れを祝うみたいな、そういったこうあのイメージがあるんですけど、でもそれもこうあの春が過ぎ初夏を迎えて、あのそれでもこう掘られなかったウドはなんかこういうふうにこう結構育って、まあ、夏になるともうちょっと育つらし大きくなるらしいんですけど、まあ、こうあのいわゆるウドの大木ということで、こう役に立たないもののこう代名詞になるらしいんですが、多分まあ他のね、あのフキノトウとかなんかそういった山菜も同じで、伸びちゃうとあの食用に適さなくなって、うん、まあ、あのちょっと硬くなるともう美味しくないみたいなことで、こう役に立たなくなっちゃうんですけど、なんかそれはもう私の中ではもう本当にあのザ・パーフェクトのその100年経ったら何の役にも立たないっていうのと、おぼろげな像すら残してなかったという、もうあの何にもならないっていうのと、こう漠然とつながっているなって思ったのと、あとまあ横にあの世界の終わりは来なかったのポスターがあるから、なんかちょっとこの雑草のワイルドな感じが結びつくかなと。なんかこのキャプションだと冬、うん、イコールだから世界の終わりで、実は春が来たっていう風なところで、これの後みたいなつながりでここに、ね、キャプションが実は2つ並んでるんですけども、そのだからあの、まあ、さっきから一つの意味になんかこう集約させようと私は無理やりしてきたんですけども、そうじゃなくて、あの村上さんの作品っていうのは結構多義的なので、多分この作品が今度違うところで違う時期に違う作品と結びついて、またそれがまたぴったり結びついてくるっていう風な、そういう風な風に発展してくる。ちょっと今この短い時間の中で無理やりその一貫性でなんか言葉でまとめようとして、思ってましたけども、とてもそんな1時間ではまとめることはできないんですけれども、一言でコンセプトなんでしょうっていうふうに聞かれたら、なんか用意している言葉ってのあるんですか。でもなんか今そのこの世界の終わりっていうのが冬とつながるっていうのは、まあ言われてみればそうだなと思うんですけど、まあ、要するにそれってこうあの一度終わったと思ったら、あの終わりではなく始まりでしかなかったっていうのは、それはまあ、あの本当にあのね、春夏秋冬のサイクルじゃないですけれども、その一つの季節の終わりっていうのが、まあ、あの世界の終わりと捉えられることもあるけれども、それはまあ実は世界は終わってまた始まる、そういうことになるのかな。なるほど。思います。というところでまとまったような気がするんですけど、ちょっと私なりの言葉でもうちょっと普通の言葉で言うと、普通の言葉しかないかもしれないんですけども、あの今回のこの展示を拝見して私があの素直に思い浮かべた言葉っていうのは、ファンタスマゴリ、まあ、ファンタスマゴリアでもいいんですけど、まあ、暗いところでこう上映する、まあ、まさしくそのスライド上映とか、今だったらプロジェクターで映画を見るとか、なんかレクチャーを聞くとか、そういうふうなところで、まあ、一応始まりがあって、いっちゃう終わって、始まるときにカチッと、まあ、会場の電気を落として、プロジェクターかつての幻灯機だけがこう光と明かりを照らす、あら
途中なんかやってこう映写機がカチャ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 と音がする。で、はい、終わりましたっていうとそこはカチッと消えてこっちの部屋の明かりがつく。で、終わったら我々また外に出て、暗い部屋からまた明かりに変ってくっていうようなところで、終わりが次のなんか始まりにつながってくるような、そのファンタスマゴリア の, オンオフのなんか連鎖みたいな、そういうふうなところで、まあ、私はちょっとこれがそのファンタスマゴリア何を関係してるのかちょっと突っ込まれると辛いところがありますけども、そういうふうなところで、思いまして、実はまあ村上さんの作品はまたその最初の話も、私はキュレーターとして過去の作品をこれとこれを出してくれというふうに依頼することも不可能ながら、まあ、村上さんというか新作をとにかく見てみたいなっていうふうなところで今回お願いして、予想以上のなんかすごい、作品がなんかずらずらと出てきて、未だに驚いていますというのがまあ正直なところなんですけども、ちょっと村上さんの作品、まあ、私より詳しい方ももしかしたらたくさんいらっしゃるかもしれないんですけども、なんかぜひとも感想というか、まあ、質問じゃなくて村上さんの作品についての、ご意見、まあ、ご要望じゃない、ご意見をぜひ、ちょっと時間をオーバーしてしまったんですけども、お聞かせいただきたいなと思うんです。いや全然言ってること違うよっていうふうな、ところでも、いや私はこう見たっていうふうなあればぜひ。田村と言います。今回の作品をこう、まあ、ずっと見てて今のつながりものなんですけれども、ほとんどがそれは偶然の村上さんの歩んだりとか、あるいは村上さんがこう逆に言うと連れ回された点々ですよね。すごく そういう意味でこれ作品 の, そのコンセプトっていうのはやはり村上さんのその偶然性っていうか引きなんかを、ね、引き込んでくるものがこう形にどんどん引き込んできたものが形に変わっていくので、コンセプトっていうのは多分本人の中に多分そういうあるんだろう、入ってくるものとしてあるんだろうと思うんですけども、やはりこれ僕も最初これを作品だと思わずに見過ごしてウドの大木を見ていて、でも最後途中でねハッと気づいて、あこれはつながってると、それはちょうどコインのねコインをメッキしてあるものもそうだったんですけども、多分それはこう、まあ、ある意味では後からつながってくるんですけども、自分の中にこう何かこう偶然性でつながってくるものに対して反応する能力っていうのは何かひらめいたりとかするものなんでしょうか。でも確かに言われてみればそうですね。多分なんかたまたまその世界の終わりっていうのも自分で考えたわけではなくて、まあ、元からあった話ですし、でそれを見に行こうっていうのも私がこのダゲレオタイプっていうのをこうそこのダゲレオタイプを作っている人に紹介してくれたその写真屋さんがいて、その写真屋さんたちと一緒に行ったっていう旅行だったんですけど、まあ、それも本当にたま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 といえばたまたまですし、多分この山菜もまあ、まだ学生の時にいちごつまわりのトゲナーレにのために、まあ、そのいちご松台ってところによく通ってたんですけど、そこでたまたまこれがあったんです。いや、なんかそこの集落の方とすごく仲良くなったんですね。でそれで本当はトリエナーレのために行ってたんですけど、だんだんその方のところに泊まってこう稲刈りをしたり田植えしたり山菜取ったりっていうようなことをし始めたらすごい楽しくなっちゃって、で山菜取りはまあ春は必ず行くっていうことになって春しかできない春しかできないんですけどそうなので、それがなんかすごく嬉しい気持ちになるんですね。やっぱその春の訪れをこう実際体全体で感じることができるの であとなんかまあこれすごいいい香りがして、まあ、それを嗅ぐととてもいい気持ちになるっていうのもあったんですけど、まあ、
そういうことで、まあ、確かにこの山菜はすごく素晴らしいから、そのうち何かやりたいっていうふうに思いつつ、よくよく考えたら、あ、その越後つむりいつですか、何年前ですか、越後つむり何年前ですか。一番最初に行ったのいつかな、もう9年前とかだと思いますけど。じゃあ仕掛け9年で作品ですね復活されたということですね、うん、そうですね、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。他にどなたかご意見ご感想は。はい、はい、どうもご無沙汰です。まあゆえあって最初期から作品を見させていただいてますけれども、もともとの出発点がその虚構とか現実とかっていうそのなんだという話だったと記憶してますけれども、これは私も一回前かつて行ったことあるんですけれども、たどり着いたところはナラティブなのかなと思ってますと。で、まあ何でしょう、こう特にあの作品などもいろんなこうあの物質そのものにはからは一見何かは分からないけれども、いろんなこうストーリーとかこうバックグラウンドの話とか歴史とかそういうのがそこに流れ込んで、まあ、一点に凝縮しているということで、私はあの作品を非常に気に入っています。まあ、ということを考えていたときに、ナラティブにはツボがある、世界の至る所にナラティブがあるわけではなくて、で、まあ、現実とも虚構ともつかないナラティブというところの中に何かしらツボがある。でそのツボには多分物質が関係していると私も思います。で、まあ、今回今話を聞いて、まあ、最後うどんになったんですけど、ちょっとそれびっくりしてますけど、その物質の方に興味が向かっているということは納得がいきましたということで、まあ、これからも頑張ってくださいということです。感想です。ありがとうございました。他にどなたか、あ、じゃあお願いします。後ろにマイクが。岡部青美です。村上さんの作品は初めてこれだけ見せていただいたんですけれども、基本的にやっぱりメディア思考が強いんですよね。全て印刷技術であるとか、だからメディアはイコール村上さんにとっておそらく技法であるとか技術であるとか、そういうものに対する思考で、それをまずはアプロプリエーションして、ある意味で自分自身のものとして、でそれを見せるっていう形がまず一つすごく特徴としてあると思うんですね。でもう一つは、文字思考かな。だからこの、世界の終わりもそうですし、私全部読めてない、ちょっとギリギリに10分前ぐらいしたら読めてないですけれども、説明がすごくあるでしょ。でこれも作品だと思うんですよね。でそういうなんか文字思考みたいなところから、今回 その印刷っていうのもつながってくるのかなっていうのと、あと全体のマニピュレーションの山本さんが貨幣という資本というものを考えていたので、割とちょっと頑張って貨幣まで行ったか、貨幣のね銀メッキまで行ったのかなとはちょっと思ったんですけれども、一つは言葉にしても、それからそういうメディアにしても、ある意味で流通というところにあると思うんですよね。でその流通ということを考えると、まあ現代アートのもうちょっと時代的には前だけれども、いわゆるリレーショナルな明日の方の多分時代的に言うと、ね、村上さんは若いんだけれど、ご自分の多分アーティストとしての思考が割と技術にこう、技術が好きっていうかね、そちらの方に行くんじゃないかっていうところを知っていて、それをある意味でこう解体するというか、客観化するっていう方向でこういう方、なんていうかな、作品が生まれたのかなと、ちょっとさっきから1時間ぐらい聞いていて思いました。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあこの辺でというと、もう一人ぐらい手があるんですが、じゃあちょっと時間も過ぎましたので、これで何でしょう、アーティストトークを終わらせていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。